軍主の総員82,300人、予備役8,000人。最高司令官である、ベネズエラ大統領の指揮のもと、国防大臣を通じて、文民統制を受ける。国防省参加の陸海空の3軍のほかに、軍事作戦と、法執行活動を行う、国家警備隊がある。徴兵制を採用しており、成人男子は18歳を迎えると徴兵登録する。 法的義務が存在するが、現在は、定員と人工構成の問題から兵器に服することは、任意となっている。1999年に成立したウゴ・チャベス政権下における、反米路線により、従来の兵器供給源が急速に変わることになる。2007年に、空軍の名称が変更され、2008年には、アンデス危機が発生。 2009年9月、隣国コロンビアにおける中流アメリカ軍の増強に対抗するため、ロシアから戦車と S-300 の購入やヘリコプターなどの供与の契約を結び、さらに中国からも水陸両用戦車や軍用機などを購入し、ベネズエラの軍事パレードでは中路の兵器が披露された。2015年9月に中国の中国人民抗日戦争、 世界反ファシズム戦争勝利70周年記念式典で天安門広場を更新した。国軍は大統領を最高司令官とし、国防省参加の国軍最高指揮官高等会議のもとで調整運用される。国軍全体の統合運用、計画、業務執行の全体的戦略の統制を目的とする最高機関として運用戦略司令部が設けられ、 国土を5つの軍管区に区分して4軍の調整運用を行っている。陸軍は6個の師団を基本戦略単位部隊とし、4つの機能別集団を呼び、部隊、機関からなる。チャベス政権の反米姿勢により西側諸国から調達していた兵器類が金融措置により入手困難となり、近年はロシア製の戦車も導入されている。海軍は 6隻のフリゲートとドイツ製の2隻の潜水艦を主力に44隻の艦艇を有し、国内を7つの海軍艦区に区分しカラボボ州、プエルトカベージョに主要基地を設けている。海軍組織の指揮系統としては5つの機能、別集団を設け、各艦艇や海軍航空隊、約7000人規模の海兵隊及び沿岸警備隊を収めている。近年は、 海兵隊で中華人民共和国製の軽戦車も導入されている。空軍は5個の機能別集団のもと12個の航空軍や学校や機関その他の部隊からなる。2007年にフェルサーエリアベニーザラナからアビエーションミリタルナシオナルに改称した。陸軍と同様に近年はロシアや中華人民共和国製の航空機の導入が進んでいる。 ボリバル国家警備隊は国内秩序の維持のため犯罪捜査や街頭警備、戦時の際の予備戦力として機能するとされる。この他に予備補助組織として国家ボリバル民兵が民間防衛組織として存在している。近年では抗議デモが増えているために国家警備隊では中華人民共和国製の装甲車が大量に導入されている。 ベネズエラ国籍を保持する18歳から30歳までの成人男性、成人女性は25歳まででかつ保護する子女がいないこと、独身者であること、裁判で有罪判決を受けていないこと、犯罪歴、善科がないこと、身体障害者でないこと、CI 証を提示できることが必要条件となっている。ありがとうございます。